桜の開花も一気に進む春の陽気の中で争われました第17回関東日刊誌ボートレース記者クラブ杯。5日間の戦いはいよいよファイナル、12レースの優勝戦を迎えていますが、引き続き周回短縮、安定板も忘れず装着しての競争です。対戦メンバーです。1号艇伸び足は設立宣言、パワー生かしてイン速攻、滋賀の佐竹恒彦。2号艇久々の江戸川でも大時計との呼吸はバッチリ、徳島斉藤優。3号艇近況好調、果敢な仕掛けで2節連続優勝を狙います、愛知佐藤大輔。4号艇デビュー初 V で水面にも満開の桜咲かせますか、佐賀宮西正明。5号艇当地実績十分、荒れ水面でも底力を発揮は岡山山本博久。6号艇最後に亀裂覆して3節連続優勝は兵庫の古月博士。以上6選手です。並びは枠なりの3対3です。現在南風が7メートル、川の流れは下げ潮50センチ、ホーム側強めの追い風、向かい潮のコンディションです。第12レース優勝戦、進入隊形インコースから1番2番3番4番5番6番です。スタートしていきました。スロー勢コースターと3コースから3号艇の佐藤がスリットわずかに覗いています。レースは1周1マークです。逃げる1号艇の佐竹、差しは2号艇の斉藤、続いていく4号艇の宮西、内から6号艇の小月でバックストレッチへと抜け出しています。先頭は差し抜けた2号艇の斉藤、リードは3艇身です。2番手争い、インコース6号艇の小月、アウトコースに4号艇の宮西と並んでいます。スターター前提正常でした。1周2マーク、2番手争いが混戦となっていますが、内側から4号艇の宮西、アウトコースに6号艇の小月でホームへ取り返しています。直線では4号艇の宮西が一歩前、差がなく6号艇の小月と追走しています。先頭は2号艇の斉藤優、7戦5勝で26号機が優勝伸び、およそ5年ぶり通算5回目江戸川初優勝が目前で最後のバックストレッチです。2番手は4号艇の宮西、内側から6号艇の小月と2番手争い続いています。インコースに6号艇の小月、アウトコースに4号艇の宮西、直線では6号艇の小月が2番手逆転か、最終コーナートップで2号艇の斉藤が旋回、2番手は内側から6号艇の小月、3番手4号艇の宮西でホームへと折り返していまして、優勝戦まもなくゴールを迎えます。先頭2番の斉藤優、優勝の号令、6番小月号令、4番宮西号令、1番佐竹、3番佐藤、5番の山本号令です。以上第12レース優勝戦でした。ボートレース江戸川第17回関東日刊誌ボートレース記者クラブ杯、優勝は2号艇斉藤優選手です。